浦島太郎昔々海辺の村に浦島太郎という若者がおったある日浦島太郎が浜を歩いていると亀が子供たちにいじめられていた「かわいそうに逃がしてやろう」浦島太郎は亀を海に放してやった「もう捕まるでないぞ」 次の日、浦島太郎が釣りをしているとどこからか声がした「浦島さん浦島さん」さん波の間に顔を出したのは昨日の亀あなたに助けていただいた亀ですお礼に竜宮城へお連れしましょう。 浦島太郎は亀の背中に乗って海を深く深く潜っていった海の底にあったのは立派なお城美しい乙姫様が浦島太郎を迎え出た亀を助けてくださりありがとうございますどうぞゆっくりしていってくださいませ次々にごちそうが運ばれ 色とりどりの魚たちが舞い踊る夢を見ているようじゃ浦島太郎の言葉に乙姫様はにっこり「いつまででもいてください」いつしか3年の月日がたっていた浦島太郎は言った「そろそろ家に帰ろうと思う」。 乙姫様ははらはらと涙をこぼしたまだいいではないですかいやうちにいる母が心配なのじゃではこの玉手箱をお持ちくださいでも決して開けてはなりません浜に着くと浦島太郎は家へ急いだところが どこを探しても家はない。辺りの様子もすっかり変わっている浦島太郎は通りかかった人に尋ねた「浦島太郎の家を知っておるか」「浦島太郎という人なら三百年前にいたと聞いた海に出たきり戻ってこなかったそうじゃ」。浦島太郎は。 浜辺に座り込んだ竜宮城の三年がここでは300年もうここには知っている人は誰もいない寂しくなればなるほど思い出されるのは竜宮城のことばかりこの玉手箱には何が入っているのじゃろう思い切って開けてみると もく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 ,もく玉手箱から出てきたのは白い煙煙が晴れた時浦島太郎の顔は皺だらけで白い髪の毛のおじいさんになっていた。